猫だって可愛いお皿で食べると食欲が倍増かもしれません。今日は可愛い猫のお皿5枚に浮かしています。こちらの3枚は少し小ぶりのサイズになっています。そして中ぐらい深さがあります。大きさを横から撮影すると分かりやすいかもしれません。お皿は5枚とも少し重みがあり、ペロペロペロっと舐めてもお皿が移動しません。そして、すべてこのように滑りにくい形になってます。162番ですが、周りの絵柄もとても可愛いです。いっぱい猫がいます。163番です。こちらは中ぐらいの大きさのお皿です。164番です。165番です。166番です。なんともほっこり癒されます。こちらは猫クッションなんです。ちゃんと底の部分がこのようになってます。ちゃんとクッションは立ちますので、お部屋にいっぱい並べて飾ると可愛いです。黒猫さんは縁取りにステッチがかかっていること、切りっぱなしの子がいます。手に持つとこのぐらいの大きさです。